業務スーパーで気になる冷凍食品買ってきた。まずはスペイン直輸入のラザニア。何の癖もなく食べやすい。日本でも作ってるような普通に美味しいラザニア。ラザニア作るのは面倒だから冷食でいいよね。次はオーストラリアの代表的おやつ、ミートパイ。これは結構牛肉の癖があるから苦手な人もいそう。タチコは好きな味。次は韓国冷食から。野菜たっぷりチヂミ。これは電子レンジでもいいけど、フライパンで焼いた方がカリッとして断然美味しい。お好みのタレをつけて食べるよ。タチコはポン酢トラー油。これは何回も買ってる。韓国冷食から今度はホットク。黒砂糖とピーナッツのソースが中に入ってる。優しい甘さで美味しい。次はデザートから。ベルギーチョコ仕様のフォンダンショコラ。中がトロッというより上と全体がトロッとしてる。美味しい、また食べたい。最後はデザートからエッグタルト。周りの生地はサクッとしてて美味しい。トロトロの中身は萩の月温めたみたい。業数楽しいよね。またね。